で、こちらですね、新版テック2、うん、こちらには各項目をどうやって高めましょう、うん、要はこの項目が少ないなって思った時に、うんうん、それを克服するアイディアみたいなことが書いてあってですね、うん、例えば自分にクリティカルペアレンツ、うん、クリティカルペアレンツというのはいいところとしては、この CP のいいところは責任感が強い、秩序を守る、義理がたい、個人の権利を守る、信念を貫く。で、まあ悪い面とすれば、権威的、支配的、排他的っていうところがあるんですけど、まあ、自分にそういった部分が足りないなと思った時にはですね、自分を使う言葉を変えてみるといいよと。例えば、まあいいかは禁句にしましょう、した方がいいかもっていうのはすべきだにしましょう、まあこんなもんだろう、はもっともっと、もっともっと、でまあ適当でいいや、はとことんやろう、どっちでもいいや、はこれでなきゃダメだ、にしましょう。痛くありませんか？全部言いそうだもん、はい。なんでこの CP を高めたいなっていう時にはこれを言いましょうと。で、あとはまあ行動パターンを変えてみましょうと、CP に対してですね、CP を高めたい時、まあ、行動パターンを変えるというのは、時間約束には厳しく、間違いだと思うことはその場で違うとちゃんと指摘する、でこれだと自分で思ったことは最後まで譲らない、目標を立ててきちんと最後まで成し遂げる、なんていうのがあります、で NP 養育的な親ですね、この NP が高い時に良い面とすれば思いやりがある、親切、世話好き、人に共感する、弱いものをかばうっていうのがあるんですけど、悪い面とすれば甘やかす、おせっかい、尽くしすぎる、同情しすぎる、なんていうのがあります、でこの NP を高めたい時に変える言葉としましては、よくやりましたねっていう褒めの言葉を増やす、ダメだな、じゃなくて、残念だったね、最近調子どうって相手を気にかける言葉を増やすっていうのがあります。で行動パターンの変え方としては、人を見るときは長所に目を向ける、人の悩みごとには親身になって相談に乗るっていうのがあります。大人、大人が高い、アダルト、アダルトが高いときにいいところとしましては、理性的である、論理的である、生産性が高い、沈着冷静、事実に基づいて公正な判断をするっていうのがあって、まあ、これが悪い面として捉えると、冷たい、機械的で人間味に欠ける、ユーモアに欠ける、打算的っていうのがあるんですけど、このアダルトを高めたいとき、はあそうですか、から、もう少し詳しく教えてください、あとは具体的に言うと、で相手の話をちゃんと確かめる、いつ、誰が、どこで、何のため、なぜ、どのようにして、5W1H を意識する、で行動パターンを変えるところとしては、行動する前に考える、気分を落ち着かせていつでも冷静にでいるように心がける、なぜだろうっていう疑問を持つ、言いたいこと、やりたいことを書き出す、というのがあります。であとは FC、FC を上げる場合の方法としては、まず変える言葉としては、なんだかつまんないから、なんだか面白そう、どうしようから、なんとかなる、クスクスじゃなくてワッハッハにしようと。あとはすごい、本当っていうリアクションを大げさにする、で変える行動パターンとしましては、喜怒哀楽をはっきり出す、
かな楽しい時は大笑いする、うん、やりたい言いたいことは思い切って言ってしまう、うん、冗談やユーモアを言う、うん、なんていうのがありますね。で、AC アダプテッドチャイルドを高めたい時は、うん、言葉を変えるとしましては、自分とは関係ないから他人事ではない、うん、勝手にやるよ勝手にやっとくよ、うん、から一緒にやろうよ、うん、こうしろから、うん、どう思う、うん、で変える行動パターンとしては、うん、自己主張するばかりではなく、うん、聞き手にもなろうと、うん、人の話をうなずきながら聞こうと、うん、言われたらすぐ返すんじゃなくて、うん、うんうん、うん、そうだね、うん、おっしゃる通りだね、うん、あとは遠慮しよう遠慮しようとありました、うん、あちなみにすみませんちょっと紹介を忘れました。 FC のいいところとしましては、自由奔放で明るい、うん、好奇心がありチャレンジ精神に富む、うん、直感的に物事を捉える、うん、活発で何事にも積極的、うん、悪いところとしては自己中心的でわがまま、うん、衝動に走りやすい、うん、感情的である、うん、我慢できない、うん、無責任っていうのがあります、うん、でアダプテッドチャイルドのいいところとしましては、協調性がある、うん、素直、人の意見が聞ける、うん、我慢強い、上旬である、うん、で悪い面として捉えると、遠慮しがち、人の言いなり、依存心が強い、恨みがましいっていうのがありますね、うん、ではじゃあここで問題の RC ですよ、はいはい、RC をどうやって高めようはないですね、うん、あ高めようもいいのかあちなみにこの、まあ、バランスって話ですね。そうですね、RC のいいところ、うん、悪いところを、うん、そのまあ、冒頭にも申し上げましたが、うん、RC のいいところとして捉えると、うん、権威にくじけない、うん、根気強く粘りがある、うん、競争心が旺盛、うん、逆境に強く負けない、うん、冒険心が強くチャレンジする、うん、で、まあ、悪い面として捉えると、うん、一匹狼風でストレスの塊、うん、人を操ろうとする、うん、すぐに膨れる、嫉妬深い、うん、人に反抗し人を責める、我を通そうとする、うん、これあれですね、今ざっと読んでみると、うん、批判的な親とフリーチャイルドの合体ですね、うん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 、大人な子供、大人な子供で、うん、この RC の特徴として言われていたのは、うんうん、前の動画で僕は、はい、あのオッケー牧場の話をしたじゃないですか。オッケー牧場っていうのは、あなたは OK、うん、私は OK っていうのが一番健全的だが、うん、僕どっちかっていうと、あなたは OK、うん、僕はノット OK になっちゃうんですっていう話を自分でしたんですけど、あるところではこの RC が高いと、うん、僕は OK、うん、あなたはノット OK、うん、になる傾向が高いと書いてあって、わかると、うん、僕大体そういう時、うん、なんて言うんだろう、俺の方が合ってるって打ち負かそうとしてるんですよね、うんうんうん、あで、ああ俺これやってるやってる、うん、僕自分でなんかこの動画配信用の、うん、なんて言うんだろう、いいやつをやろうとしてるんですかね、はい、ここで、うん、僕って可愛いですよって、はい、やる動画配信用の性格なのか、うんうん、いや僕ってつい自分はノットオッケーってやってる、うん、生きづらい人間なんですよっていうのをやるんですけど、うんうん、いや俺結構、うん、あなたはノットオッケーってやってる仕事でも、うんうんうん、あの仕事を振る、うん、あ違う、もういいとか言いますもんねめっちゃ言う要は、うん、ちゃんとできたやつに対しては、うん、ありがとうございます、うんうん、でもちゃんとやるんですけど、うん、いや僕がここが及第点って決めたものが上がってこないと、うん、あもういい、うん、あなたはノット OK、うん、あこれはある種責任感ですよね、お客さんに対する
それは責任感なのか気持ちなのかですよね、はい、両方です、うん、超えてくれよって、うんうん、っていうのがあって、ああ確かにこれはあるよねっていうのがあり、ちょっと反省したんですね、うん、俺あなたは自分が OK あなたがノット OK って結構やってるって、うんうん、なのでやっぱりこれは解消する方法は、うん、まあ冒頭にも申し上げたんですけど、うんうんうん、その、まあ、隊長も言った、うん、いや俺が俺がをやらない、うんうんうん、まあ、山田礼一さんの貴族の才能にも出てきます、うんうん、要は私が特別なんだっていうのをあまり人の前でやらない、うん、そう山田礼一さんのラジオでも言ってました。なんて言ってました？なんかおじさん、モテないおじさん俺のことかみたいなのはこう、はい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 、俺の話を聞けってやってるってあ, あれも絶対やっちゃダメみたいな飲み会の席で女の子にあんまりやってないつもりなんですけどね、うんうんうん、絶対やっちゃダメみたいなこと言ってましたね。やっぱりねこの俺が俺がっていうのは、うん、やっぱり鬱陶しいそうです、うんうんうん、それがいかに、うん、天才であったとしても、うん、本当の天才であったとしても、うん、まあ確かに、で確かに本当のそういう人って、うん、謙虚ですもんね、うん、あ謙虚だよ、うん、才能ある人ってまあ分かんないですけどね、この人に認められる人って人を認める人みたいなことは言うじゃないですか、うん、人間ってこう承認欲求、みんな承認欲求の塊だから、はいはいはい、その承認欲求を満たされることができる人は人に認められるっていう、はいはい、あだからだ、だから認めてもらえくれくれってやるよりも相手を認める方が認められる、先にね、先にでね、やっぱりね、ガッてきたときにガッてやるとね、うん、もうラリーがね、ラリーが続くんですよ。汚いラリーが。もう相手をね、負けさせてやろうっていうね、ナダル対フェデラーみたいな、もう、わかります、わかります。それがね、続くんですよ、うんうんうん。そうなんですよね。だからね、やっぱりね、俺が俺がを捨てる。うん、で、人前、もう出すべき場でそれを出す。うん、そこですね。うん、で鏡だよと、うんうん、で自分をどかすと、うん、鏡は窓になる、うんうん、その窓から君は何が見える、うん、広い世界が見えないかい、うん、多分この辺なんですよね、うん、じゃあこれを持ってない人ですよ。じゃあ RC を持ってない人、 RC 要は無党派の話を聞いてて、うん、いいなと、そういう酒の席で、うん、なんか人にわって言われたときに、うん、言いたいことが言えない、シュンってなっちゃう、そう、うん、でどうせ私なんかってなっちゃう、うんうん、いや僕もそれはね、相手を見て、うん、殴り合いが強そうだったら、うん、言いませんよそんなの、まあ、社長とか、うん、そういう人には言いませんよ、それは出しませんけど、うんうん、まあ言うべき場で、うん、言えない人、うん、これは悩みの一つですよね多分、うんうんうん、これどうしましょうね。それ変えてないんですか。RC がじゃあ強い人は、うん、要は親に厳しいから、うん、親が厳しかったからそうなった、うん、というふうに考えられると、うん、でその結果としては、うん、親のようにはなるまい、うんうんうん、ってなりながら、うん、気がつくと、うん、あなたは親のようになってませんかと、うん、っていうのが予想されると、うん、でRC が少ない人は、うん、確かに子供時代に親から厳しい関わり方をされたが、うん、なんかまあ筋が通ってるっていう判断をしたので、うん、反発する理由がなかったのかなっていう推察がされていて、うん、でこういう人はアダルトな部分が高まっていく。あなるほど、うん、で、あこれはね、ここにはね、高めましょうとかは書いてなかったです。うん、はい。なんで、じゃあ、ここで考えるしかないんですよ。うんうん、だってもう、チャレンジしかないですよね。まあ、ですよね、多分。